ピーター・クラーマー1776年9月28日は、オランダの商人、博物標本の収集家である、蝶類の図鑑でユートレンドスキーカッペランを出版した。アムステルダムの繊維を扱う裕福な商人であった。生涯、独身でアムステルダムの屋敷に住んだ。博物学が好きで、ゼーラント州王立自然科学協会の理事長を務めた。昆虫、化石、 好物など博物標本の収集家であり、特にオランダ植民地、スリナム、スリランカ、シエラレオネ、インドネシアなどから多くの蝶の収集を行い膨大なコレクションを作った。自らのコレクションの記録を残すために、画家のバルテナール、ゲリット・オーティナーに依頼して、標本を細密画を描かせ、さらにオランダの熱心な蝶の収集家たちのコレクションも描かせた。 それらの収集家には、オラニエコー・ウィレム5世や、スリナム総督の息子らえらがいた。集めた博物画の出版を思い立ち、1775年から予約制で出版が始められた。3ヶ月ごとにオランダ語とフランス語の解説がされた33の手裁式の図版が反布され、1782年まで出版され、1600余りの種が掲載され、 あとに4巻の書物にまとめられた。クラーマーは1776年に8回目の反復が行われた時点で病死したが、出版は解説を書いたストールと出版社によって続けられた。没後、クラーマーの標本は売却、寄付などされて分散されたが、一部の標本やバルテナールの水彩の原画などは、現在のライデンのナチュラリス生物多様性センターに残されている。 でユートレンドスキーカッペラン、ブーコメンドインデドリーウェーレルドディエランアジア、アフリカイエヌアメリカの図版。ありがとうございます。